私は全然やっていません。無罪を主張いたします。公演の中では袴田巌だけが元プロボクサーで、被害者と争っても十分犯行に及ぶことができると。なんだこれは、犯行動機が日替わりで変わってるじゃないか。違うな、このボクサー崩れ。お前は谷川を使った、そうだろう。決して強要したものではないと証明できますか。新証拠が出てまいりました。絶対に許しちゃならんと君は思わないのか。冗談じゃないか、この風景もんが。もし我々が誤った判断で一人の罪人を生み出したとしたら、それは我々の罪ではないのですか。被告人を死刑に処する。出してください、死にたくない。もう僕は無実です。走りたい、思いっきり走りたい。証言してください、本当のこと言ってください。